JOBBB300 動画で綴るよっちゃんのお料理コーナー。今週は油で揚げないプチ大学芋の作り方をご紹介いたします。お相手は私バンバ鉄平とよっちゃんです。皆さん今週もよろしくお願いします。それではよっちゃん材料紹介お願いします。はい、さつまいも1個 200g、 白砂糖大さじ1杯、黒砂糖大さじ 1.5 杯、サラダ油大さじ 1.5 杯、醤油小さじ1杯、黒ごま小さじ1杯です。それでは調理の方入っていきましょうか。はい、適当な大きさで、切ってください。切りましたら水につけてください。ザルに、揚げます。こうして布巾の上に置きまして、軽く、水分を取ってやります。油大さじ 1.5 杯、白砂糖大さじ1杯、黒砂糖大さじ 1.5 杯です。汽車文字で混ぜてください。さつまいも同士があまり重ならないように入れてください。フライパンの大きさにぴったり合う蓋を選んでください。中火から、弱火ぐらいにして、それは調整してください。時々、さつまいもの様子を見て、ひっくり返すなりして、全面に焦げがつくようにします。はい、中の様子を見ます。で、こう蓋を開けた時に、蓋に水分がいっぱいついておりますので、少し軽く拭き取っておいてください。で、中のさつまいもを、こう、フライパン側にひっついてる面を変えます。蓋をします。もう一度様子を見ます。中にまで、火が通ってるかどうか、竹串を刺してみたいと思います。あ、ちょっとだけ硬いですね。もう少し時間をかけます。はい、だいたい8分ほど経っておりますが、はい、あ、火通ってます。糸を引くような感じが出てきたら終わりんですけども、今ちょっとだけ引いておりますので、ここら辺で火を止めます。醤油をこの汁のところに入れまして、さつまいもに絡めてやります。黒ごまを振りかけていきます。それではこれにて油で揚げないプチ大学芋の完成でございます。ぜひ皆さんもご家庭で簡単おいしい大学芋お試しください。ご視聴ありがとうございました。